ご視聴ありがとうございます。今回は疑問文の作り方を撮影しました。季節的にイチゴを使いましたが、個人的にはカシスやラズベリーなど酸味の強いフルーツの方が相性がいいと思います。いろいろなフルーツで作ることができますが、フルーツの中にはゼラチンの塊を弱くしてしまうものもあるので、その場合はゼラチンを増やしたり、煮詰める温度を高くするなどの工夫が必要になってきます。少ない道具で作ることができるお菓子なので、よかったら作ってみてください。